トロントイートンセンターショッピングセンターは、複数の小売店舗や飲食店、美容院、旅行代理店など、サービス業の店舗も入居する商業施設である。略称は、SC、ショッピングモールとも呼ばれる。単独出店と比べ、顧客吸引力が強くでき、駐車場や荷捌き施設などが共用できる。また、開発業者が建物を所有する形態であると、 小売業者の初期投資が軽減できる。日本ショッピングセンター協会は、ショッピングセンターを、下記の通り定義している。2016年末現在で、日本では3211カ所、店舗面積は5172万4612平方メートル、テナント数は15万9066点に及ぶ。上記の定義に当てはめると、帝国ホテルアーケードや成田国際空港なども、 ショッピングセンターの一つとして数えられる。なお、千県新聞社は、ショッピングセンターを、施設が、施設内に店を構える企業から家賃を受け取って、管理、運営する、不動産賃貸業と定義し、百貨店や量販店などの小売業とは異なると、している。ウェストエドモントンモール世界最大規模のショッピングモール、ドバイモールに正規のローマに建設された。 トライアノスの市場が人類市場初のショッピングセンターとされる。近代的なショッピングセンターとしては、1922年にアメリカ合衆国のカンザスシティで始まった不動産業者 JC ニコルズによるカントリークラブプラザが最初のものと言われている。その後の1950年前後からは、車社会化と郊外住宅の発展を背景として、1948年には、 オハイオ州、コロンバスの不動産業者、ドンカスターが開いたタウンカントリーショッピングセンター、ワシントン州のシアトルで JB ダグラスが開いたノースゲートショッピングセンターが今日のショッピングセンターの原型となった。その後、1956年にデートン・ハドソンがアメリカのミネアポリス郊外に最初の完全な共同店舗型のモールとしてサウスデールセンターを開いた。 これは一個の街と呼べる巨大なもので、駐車場が広い上、ミネソタ州の厳しい冬でも快適に多数の店を回る、買い物ができるため、ミネアポリスト試験のみならず複数の州から、買い物やイベントを楽しむ客が集まった。1981年に、カナダのアルバータ州エドモントンに開業した、ウェストエドモントンモールは、1998年に第4期工事が、 完成した段階で総床面積49万3000平方メートル、店舗数800兆で、ホテル、遊園地、水族館等を備え、年間2000万人の入場者を数える大規模なもので、世界最大のショッピングセンターとして、ギネスブックに記載された。2004年以降、近現代ショッピングセンターや、カナンモール、SM モールオブ、アジアなど、中国や、 東南アジア各地にさらに大規模なショッピングモールが建設されている。2008年10月31日、ドバイに世界最大規模のショッピングモール、ドバイモールが正式開業。総面積約111万5000平方メートル、屋内フロア約55万平方メートル、小売店舗数約1200、屋内水族館やスケートリンク、映画館等を備える。 プラザハウスショッピングセンター1954年にアメリカ合衆国統地下の沖縄においてプラザハウスショッピングセンターがオープンしている。1964年に大英が大型商業施設の実験的な意味で大阪府と夜中市をオープンした大英省内店が実質的には日本初のショッピングセンターである。1968年には大英香里店がオープン。 日本初の本格的な郊外型ショッピングセンターが誕生した。これ以降、車社会化に対応したショッピングセンターが増加していった。1980年代以降、日本においても車社会化がさらに進行。郊外や農村部の幹線道路沿いでは、農地転用や産業構造の変化に伴い、閉鎖された大規模工場跡地で、 広大な敷地と駐車場を確保した大型ショッピングセンターの出店が盛んになった。特に日米構造協議や規制緩和を経て大規模小売店舗法が廃止され大規模小売店舗立地法が制定された2000年以降数と規模は大きく増えた。中でもモール型ショッピングセンターは一つの建物に数多くの専門店やアミューズメント店や シネマコンプレックスを揃えた大規模なもので、1日中滞在できる時間消費型の施設として、この時代の大型ショッピングセンターの代名詞ともなった。しかしながら、大型商業施設が商店街や近隣自治体に悪影響を与えるとして、2006年にちづくり散歩が改正され、店舗面積1万平方メートルを超える郊外型施設について建設の抑制がかけられた。 商店街から買い物客を吸引したショッピングセンターでも、施設間相互やインターネット通販との競合、老朽化や陳腐化などによって売上高の低迷する例は珍しくない。このため閉鎖されたり、運営企業や買収した他社による改装などを経て再開されたりする例もある。店舗面積などの規模によって、リージョナル型ショッピングセンター、コミュニティ型ショッピングセンター、 ネイバーフット型ショッピングセンターの3種類に分類される。略称は RSC。店舗面積4万平方メートル以上、半径8から25キロメートル程度の広域を基本証券とする大型ショッピングセンター。総合スーパーや百貨店などを各店舗にした1各1モール型や、それらの各店舗に映画館や家電量販店など、 集客性の高い大型専門店を加えて、複各店舗へ集約し、相互の中間にモールを設置する、に各一モール型を形成している施設などがある。専門分野の有名専門店、飲食店、サービス店、アミューズメント店など多種にわたる店舗が並び、その施設だけでつい買近いものを楽しむことを目的とした時間消費型の施設である。また、 埼玉県越谷市の4レイクタウンなど、リージョナル型よりさらに広範囲を証券とする、超大型 SC のスーパーリージョナル型 SC は、店舗面積10万平方メートル以上で、基本証券も8キロメートルから40キロメートル程度まで設定している施設も存在する。略称は CSC。店舗面積1万から3万5千平方メートル程度。 半径5から 10km 程度の地域を基本証券とし、総合スーパーやディスカウントストアなどに専門店が出店する中規模のショッピングセンター。日本では大棚な方廃止以前の総合スーパーといえばこの携帯が多く、専門店は最寄り品やサービス店などが中心である。近年ではこういった旧来型の店舗にモールの増築を行えるリージョ型に拡張された 施設もある。近年、アメリカでは、郊外の富裕層が多い地域に、リージョナル型 SC から厳選した専門店を集めたコミュニティ型 SC サイズのライフスタイルセンターが新しいジャンルを形成しているが、日本では成功例が少なく一部の事業者によって行われているのみである。日本においては、リージョナル型 SC が飽和状態にあり、 また2006年の町づくり散歩改正によって建設が難しくなったこともあり、証券が狭くても高密度の人口が確保できると試験においてリージョナル型 SC のようなモール型を採用する新しいタイプのコミュニティ型 SC が増加している。略称は NSC。店舗面積3000から15000平方メートル程度、半径5キロメートル程度の近隣地域を 基本証券とした小証券型のショッピングセンターとしては比較的小規模な施設。食品スーパーやホームセンターなどを各店舗に比較的実用的な商品を扱う専門店で構成され身近な買い周りを得意としている。日々の買い物に使われるため証券人口は少ないが来店頻度は高いのが特徴である。施設自体が大きな一つの建物となっており、 通路が建物内にあるタイプのショッピングセンター。気候や天気に左右されないのが特徴で、大型のリージョナル型ショッピングセンターや、中型のコミュニティ型ショッピングセンターでよく見られる、形態である。モールの中央を吹き抜けとして、圧迫感を減らし、見通しを良くすることで回遊性を上げる、ガレリア式モールを採用したものに、モール型ショッピングセンターと名付けるデベロッパーもある。 これによって日本でショッピングモールという言葉が流行ることになった。欠点としては建設コストが高いため出店リスクが高いことにある。店舗を結ぶ通路が屋外にあるタイプのショッピングセンター。店舗ごとに建物が独立しているタイプでは、それぞれの店舗の入り口の前に駐車場が広がっており、駐車場から目的の店が近いため歩行距離が短くて済むメリットがある。 副総会のタイプでは、店舗を結ぶ通路を屋外のペデストリアンデッキによって結ぶことで、買い回り性を上げているものもある。全体的に簡易な施設とすることで建設コストを抑制できるため、中小事業者でも進出しやすいメリットがあり、ネイバーフット型ショッピングセンターでよく見られる。中心市街地など人口密集地に立地するタイプのショッピングセンター。日本では2000年に廃止された。 大規模小売店舗法によって、大型店の出店が厳しく制限されていたため、大型店は、中心市街地への出店が中心であった。中心市街地では、自動車でのアクセスが悪い場所が多いため、鉄道や路線バスなど、既存の公共交通機関利用での来客をメインに、置いた施設が中心である。土地の制約からコミュニティ型 SC が中心だが、再開発された町や、 市街地にあった大規模工場跡地などに建てられたリージョナル型 SC も存在する。近年では地方の市街地を中心に市街地のコミュニティ型 SC を閉店して郊外に新たに開設したリージョナル型 SC に置き換えるケースも出てきている。中心市街地から離れた郊外に立地するタイプのショッピングセンター。地価が高く土地交渉に時間のかかる。 中心市街地への出店に比べて、郊外では割安で広大な土地が確保可能ということもあり、2000年の大規模、小売店舗立地法成立以降に急激に増加した。自動車での来客がメインで広大な駐車場のスペースを確保する必要がある。リージョナル型 SC や周辺の郊外住宅地を証券とするネイバーフッと型 SC で見られる形態である。 特にリージョナル型 SC の場合、広範囲の人口密集地からのアクセスのしやすさが重要になる。鉄道駅から離れた施設の場合は、自動車以外でのアクセス手段として、最寄り駅や人口密集地から路線バスや無料送迎バスを運行していることもある。鉄道駅から極端にアクセスの悪い場合もあり路線バスがない場合は、タクシーでのアクセスとなる。なお、 2006年に施行されたちづくり散歩を改正後は郊外への大型商業施設の出店が原則禁止されたため大規模な郊外型の建設は難しくなった。2000年代以降はネット通販業者の台頭によりトイザラスやシアーズなど小売大手の経営破綻が相次ぎ、郊外ではデッドモールと呼ばれる廃墟化したショッピングモールが増加している。 またショッピングモールは2022年までに1、4が消滅すると予想されており、自治体への影響が懸念されている。戦後しばらくは、中心市街地であっても、SC を含む大型店が開業を計画すること自体に既存商店街からの反対もあったが、実際には大型店に出入りする買い物客による回遊効果も大きく、共存関係が定着した。 大田那法廃止によってショッピングセンターが中心市街地から広大な土地を求めて郊外へ進出するようになると地元商店街や地元中小スーパーの来客数が減少し閉店が相次いだ。その結果市街地のドーナツ化現象やマイカーを所有していないか運転できない層が食料品、日用品といった生活必需品の買い物にすら困るという 買い物難民問題が深刻化した。京都大学教授の藤井里氏は、生鮮食料品を全国チェーンの郊外、大型ショッピングセンターで買った場合、国内立地方や外国産が多いため出費の8から9割が、域外に流出する上に、鉄道、路線バスの衰退につながるのに対して、地元商店街では、買い物金額5から6割が、地元で還流されると分析。 全国チェーンの郊外型 SC は地方経済を疲弊させると指摘している。南アフリカ共和国では1990年代以降、違法移民が都市部に流入して治安が悪化。高い兵をめぐらし武装警備員を配置するなど、極端に安全を重視したショッピングセンターが発展した。しかし2000年代に入ると、徐々にショッピングセンター内でも銃撃や 襲撃事件が発生し、治安の悪化が伝えられるようになった。ショッピングモールは、一般的には大規模商業施設の建物内部にある、物を指すが、商店街の道路で自動車の通行を排除して歩行者専用道路とした、アーケードも、ショッピングモールと呼ぶ。モールとは、ロンドンのバッキンガム宮殿の正門前にある王室の公式行事用道路であるザ、ザモールに由来する。 ありがとうございます。